エマニュエル・ヤウ・フリンボンは、ガーナ・クマシ出身の元サッカー選手。元ガーナ代表、エルミス・アラディップ所属。ポジションは MF。ガーナ系ノルウェー人、サッカー選手のヤウ・イーレア・アマイクは、おいとこに持つ。アーセナル・ガーナのクマシに生まれたが、幼少の頃に、トッテナムへ移住し、9歳の時に、ジャック・ウィルシャーらと共に、アーセナル FC のユースチームに入団した。 アーセナルのユースでキャリアを始めたフリンポンは、コベントリーシティ FC 戦やミルトン・キーンズ・ドンズ、FC 戦で得点を挙げるなど活躍を見せたことから、2008年にリザーブチームのメンバー入りをし、2009年10月5日のチェルシー FC 戦でデビューをした。また、フットボールリーグカップのシェフィールド・ユナイテッド。 FC 戦で同じくユース出身の J.E. マニュエル・トーマスと共にトップチームのベンチ入りを果たした。2009年に FA ユースカップで優勝するも5月22日のリバプール FC との決勝第一戦で20分も経たないうちに負傷交代し第二戦もその影響から出場できずに悔しい思いをした。2010年になるとプレシーズンのオーストリア合宿と エミレーツカップでのプレーをアーセン・ベンゲルから賞賛を受け、トップチームに昇格かと思われたが、同年8月19日のトレーニング中に全地9ヶ月の全十字人体を負傷した。負傷から復帰後の2011年6月17日に、フリンポーンは出場機会を得るために2部のカーディフシティ FC、3部のチャールトンアスレティック FC とローン遺跡の交渉があったことを語った。 2011から12シーズンのプレシーズンにトップチームに帯同し2011年7月13日のマレーシアサッカーリーグ選抜との試合に後半から出場8月13日の入荷するユナイテッド FC 戦で後半からトマーシュロシツキーに代わりプロデビューを果たし16日に UEFA チャンピオンズリーグのウディネーゼカルチョ戦で再び後半にロシツキーと 交代で出場した。20日のリバプール戦で、初先発を飾るも、ルーカスレーバーへのタックルで2枚目のイエローカードを、提示され69分に退場となってしまった。また、フットボールリーグカップ5回戦のマンチェスターシティ、FC 戦に敗れると、ピッチ上で、元同僚のサミルナスリット EI をはじめ、ロッカールームへ戻る間のトンネル内で衝突を、起こした。 殴り合いをしたと報じられたものの、事件後に、ナスリとフリンポンの両名は、言い合いはしたが、手は出していないと語った。レンタル期間2012年1月1日に、同リーグのウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC へ、シーズン終了までのローン移籍が決定し、翌日のチェルシー FC 戦に先発出場でデビューを、するも、出場5試合目となる、クイーンズパーク・レンジャーズ FC 戦で、 全十字人体を損傷したことで、シーズン終了までの欠場を余儀なくされ、予定より早期にアーセナルへ返却された。2012年11月19日に、チャールトンアスレティック FC へ2013年1月1日までのローン移籍が決定。2013年1月25日に、フラム FC へシーズン終了までのローン移籍が決定。 バーンズリー2014年1月31日、アーセナルを退団。バーンズリー FC へ完全一席。しかし、出場機会に恵まれず、チームもフットボールリーグ1に降格したため5月7日に、退団が発表された。U-16 イングランド代表として6試合に、出場し、2008年のモンテギュー国際大会、U-16 ドイツ戦で71分に、 決勝点を挙げた。2009年になると、フリンポンは、自身は、ガーナ人であるから、ガーナ代表のためにプレーする意思があることを語りながらも、2010年8月に、U、U-19 イングランド代表の招集を受けた。2011年2月に、ガーナから呼ばれれば、自分の自転車で、イングランドからガーナまで行くと、再びプレーする意思があることを語り、8月に、 マトフォード FC のビカレッジロードで行われるガーナとナイジェリアの親善試合を観戦する予定を組みながらも翌月に U-21 イングランド代表からの招集を受けた。2011年9月6日にガーナサッカー協会はフリンポンが正式にガーナ代表としてプレーすることを選択したと発表し2012年11月に FIFA は代表変更を正式に認めた。 ありがとうございます。